最近いろいろ悲しいニュースなんかを見まして自己愛自分を愛するということについてよく考えます。 僕たちはあの他人を愛しなさいということは一つの価値観として大切なこととして教えられてきましたが自分を愛するということについてはあまり積極的に語ってなこなかったんじゃないでしょうかなんででしょうか多分我が身が可愛いっというのは自明のことでわざわざそのあ改めて自分を愛しなさいと言う必要がないからと思われてきたからなのかもしれません。 しか人間は、えー、利己的なところがあります何でも自分の思い通りにしたいとしかし何もかもがうまくいってるからじゃあそういう自分を愛することができるかというとまたちょっと違うかもしれません、まあ、どちらかというと自己愛が語りにくいのはなんかあのナルシシズムみたいな感じで、まあ、気持ち悪いからっていうのがあるのかもしれませんあの鏡を見てああ俺は本当に俺のことは好きだなとちょっと邪魔しないでくれという人がいたとすれば 僕のことじゃないですよ <laughs> まあそういう人はいればどうぞ勝手にいつまでも鏡見ててくださいという気持ちになりますまあそうなるべきだと僕は言いたいわけじゃないんですねただ人生はやっぱりつらいこともありますハッピーなまま一生が終わればいいですけども場合によってはですねえ多くの人からお前のことは嫌いだとお前なんかこの世にいてほしくないと。 えー、言われれるるようなことがあるかもしれませんそういう苦しい状況の中で、えー、最後の最後にですねどっかで人間はやっぱり自分自身を自分の責任で、まあ、自分の面倒を見るつもりでですね愛さなきゃいけないんじゃないかと「お前のこと嫌いだ」とみんなに言われた時に「そうだ」「実は僕も自分のこと嫌いなんです」と言ってしまった瞬間にですね、まあ、僕たちはやっぱりあのそのまま生きていくのが 嫌にななってしまうんじゃないのかと思うんですね僕自身まあ人生の中で何度かそういうふうな必要性を感じ,がと感じたことがありますし、まあ、今後の人生何が起こるか分かりませんからまたそういうふうにどっかで自分を、まあ、自分の面倒を見るつもりで愛し続けな愛さなければいけないという事態が起きるかもしれませんそのことを起きずにハッピーな人生が終われば結構なことですけど。 ただあの僕は自分自身のことが、まあ、ずっとあんまりよく分かりませんでした、まあ、我ながらいいことをして人からあの感謝されたり喜ばれたりすると、まあ、俺は結構根、ね、はいい人間なんじゃないのかなとあのちょっとほっとするところもありましたし、えー、逆にまあ人をひどく傷つけてしまったり怒らせてしまった時には自分にひどく失望することもありました、えー、まあ自分はなんかやっぱり本質的にどっか ななところがあるんじゃないかとか自分を愛するというのは実は誰を愛するよりも難しいことなのかもしれませんなぜならあまりにも何あまりに過去に自分がいろいろやってきたことをこう思い浮かべてみてまあこんなことしてきたあんなことしてきたまあいいこともしてるかもしれませんけど嫌なこともいろいろ思い出してしまうそういう自分を丸ごと 俺は本当に自分が好きだと言えるのかどうか何か根本的な考え方の変化が必要なのかもしれません僕はいろいろな自分まあ結構俺はあのこの時はいい自分だったんじゃないかあるいは嫌な自分だったという自分を思い返してみてそれをひとまず全部自分の姿なんだと受け入れるところから始めました根は実はいいやつなんじゃないかとか いや俺は本質的にやっぱり冷酷なんじゃないかとどっちの自分が本当だろうと考えることをやめて、えー、全部、えー、自分なんだと考えるところから始めましたそしてどうしてそんなに一人の自分である僕が変わるのかということを考えました結局は、えー、対人関係の中であ相手次第場所次第なんですね実家の高齢の祖母と喋ってる時には僕はあの非常にくつろいだリラックスした自分になりますし 仕事のじ相手と喋ってる時には、えー、シビアな顔で、まあ、難しい話をしたりもします、まあ、腹渡りにえくり返るぐらい嫌いなやつの前に出るとやっぱりあの僕の口調もこんなに穏やかじゃなくなりますけどもなるだけ合わないようにはしてますがそういう人とは、まあ、とにかくそれぞれの自分は随分と違うんですねそして、まあ、自分のことを全体的に愛するということは非常に難しいかもしれませんが 誰かといる時の自分は好きだということは実は言えるのかもしれないあの野郎といると何か嫌な自分になってしまうとだけどあの人といる時の自分はま,まんざらではない結構好きだということは実はそんなに難しいことじゃないのかもしれません恋愛について考えてみましょうある二人の女性がいるとしますねどっちも僕はいいなと思っているとしますある人とまずい一方の人とデートに行って あのご飯を一緒に食べると、まあ、すごく楽しくてあの次から次へとなんか面白い冗談とか言えて向こうのリアクションもいいと、えー、自然に笑顔になってあもう気が付いたらこんな時間だと慌てて終電に駆け込んでいや今日はいい一日だったなというデートだったとしますもう一方の方は、えー、好感を抱いてるんですけどいざ実際にデートに行ってみるとなんかあんまり面白いことも言えなくてあのちょっと油断してしまうと死因となってしまって自分がすごく冴えない人間になっているって感じがする。 え遅くまで、まあ、2軒目まで行こうかなと思ったんだけど、まあ、1軒目ぐらいでじゃあまたってことで <laughs> デートが終わってしまったとどっちの女性ともう一回会いたいかといえば、まあ、当然ながら僕は前者の女性とまた会いたいと思いますそれは相手が好きだからということもあるかもしれませんがその人といる時の自分が好きだからその自分に楽しさを感じてその自分を生きることに生きがいを感じるからです愛とは誰かのことを好きになることだと この定義自体はもちろん間違っていませんが今むしろ僕が付け加えたいのは愛とはむしろ他者のおかげで自分を愛することができるようになることだとそういうふうに考えてみたいと思いますあの人の前でなら自分は思い切りリラックスして素直になれていろんなことをさらけ出せる他の人の前では決してできないと不幸にして 人間の関係には終わりりががることがあります喧嘩別れしてしまうこともあれば死別してしまうこともあるかもしれません誰かを失ってしまう悲しみはもちろんその人の声が聞けないその人と抱擁できないいろいろなことはあると思いますがもう一方でその人の前でだけ生きられていた自分をもう生きることができないという寂しさがあるんじゃないでしょうかあんなに自由にいろんなことをしゃべれたのはあの人の前だけだった あんなに素直になれたのはあの人の前だけだったあんなにバカなことをしてあんなにくだらないことをできたのはあの人の前だけだったその人がいなくなってしまって自分はもうその好きだった自分を生きることができないそれが別れの悲しみなんじゃないでしょうか逆ももちろん信んです僕は誰かからあなたのことを愛してますと言われればまああの有頂天になりますねやったーと <laughs> <laughs> しかし誰かから あなたといる時の自分あなたのおかげで自分のことが好きになれたと告白されたならあるいは他の誰といる時よりもあなたといる時の自分が好きというふうに告白されたならそれは何かもっとこう胸に迫ってくるものがある気がします自分の存在がそんなふうに他者の存在を肯定させてるんだということには何か感動的な喜びがあります人間はそんなふうに えー、好きな自分というのを一つ見つけるごとにおそらく生きていくための足場というのができていくんでしょうたくさんの人に囲まれて生きているとその中の何十パーセントたくさんの人に自分を愛されないとなんだか生きていけないような気持ちになります教室の中会社の中しかし好きな自分の数を数えていけばそんなに何十個もいらないのかもしれません二つや三つあの自分は結構好きだなという自分が 自分の中ににあればそこを足場にしてて生きていける5つも6つもあればもう十分というぐらいかもしれません教室の中に友達は3人しかいないと思うのか3人も自分を好きにさせてくれる人がいると思うのかこれは考え方の違いです自分を愛するというのは何も鏡を見てあ俺は大好きだということではなくて誰かのおかげで自分を愛せる他者を経由して自分のことを好きになれるということなのではないでしょうか おそらくそこが自分を愛するという入り口なんだと思いますそしてだからこそやっぱり我々は他者を愛するのですかけがえのない存在として以上です